はい、皆様こんにちは。便利屋ハッピーの角の口です。10月10日日曜日午後2時23分でございます。行田市矢場地区での作業を終えました。はい、大量のお荷物を引き取りさせていただきました。まあ徐々に片付けを始めてらっしゃるような状況ですね。大きな家具はなかったんですけど、はい、もろもろのものをお引き取りさせていただきました。本日も便利やハッピーのご利用誠にありがとうございます。行田市、はい、埼玉県行田市を走っております。道なりに行くと125号線ですね。国道の方に出る道路でございます。この辺は、まあ田んぼがですね、広がっております。その合間に青空が見えている状況です。京都市現在26度です。湿度 63%、 だいぶ稲刈り、コンバイン、まあ、昨日天気悪かったんで今日やってらっしゃいますね。神池割、はい、ご覧の通り125国道125号線行田バイパス、車たくさん流れております。はい、では、はい、行田市メインでのご案内ということで、はい、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。